ンポン。血を吐い、目では捉えられないスピードで人をも翻弄する我々の生活を脅かす存在、ブラックバレット。なんやそれ、漫画家なんかの設定か。くく、言えて妙だな。いつにも増して面倒いな。黒の弾丸、ブラックバレット、その正体はこれです。キャー、ゴキブリじゃねえか。私の家では黒の弾丸と呼称します。うるせえ、変な二つなつけんじゃねえ。あかりちゃんは黒の弾丸と対面した時どうします？とりあえず固まる。ああ、それな。私はゴキジェットを誤って自分に噴射します。お前死ぬぞ。そしてしっかりとこちらを設置。バレットホイホイ、なんか強そう。さらにはブラックキャップも実装済み。それはブラックのキャップだよ。そして極めつけは煙で奴らを一網打尽。トリくん、バルさんやロボケ。え、でもこれめっちゃ煙出ますけど。お前それ故障してるだけやろ。危ねえから早帰ろ。黒の弾丸はハーブの香りが苦手だと聞きます。はあ、なのでこちらを。こうですかね。それはどうだろう。どこの部族の方ですかね。部族の方じゃないですよ。うほほ、取ってつけた部族っぽい語尾やめろ。最後にブラックバレットを倒す情報をまとめる。うほほ、語尾のせいで情報が入ってこないんですが。まずゴキジェットを誤って自分に噴射します。それは誤ってねえよ、声だよ。お次は部屋の4隅にバレットホイホイを設置。なんでブラックキャップは添えるだけ。添えんな。さらに中央にバルカンを配置。ちょっとレイアウトにこだわってんの、なんなの。その真上に仁王立ちをして頭にハーブを装着。見よ我の姿を。お前その何